おお、おー、あー、いいね。このタクタイル感最高じゃない。はい、皆さんこんにちは、山カフェです。今日はこちら、メルギーク。おー、ケース、これまた可愛いの来たね。メルギークのモダン97ですね。おお、すごっ、いきなり来たぜ。おお、ほう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 、結構重いね。ケースにはマニュアル、キーキャップ引き抜き具、おかわいいな。キースイッチ引き抜き具、これはキーキャップだね。 USB Type-C ケーブル、無線用の USB アダプターだけど、これレゴ互換のあのピクセルだっけ、あれと同じやつかな、もしかしたら。はい、ということで来ましたよ。 97% コンパクトって言ってるのかな。かわいいな、相変わらずかわいいな、メルビーク。なんかこういうロゴみたいなのが入ってます。さあ、ちょっと触っていい。おおおお、これは、あー、いいね。このタクタイル感最高じゃない、これはいいな。ということで今日はですね、メルギークモダン97ワーク&ゲームコンパクトメカニカルキーボード行ってみましょう。これはいいな、これはいいぞ。皆さんこんにちは、キーボードは文房具、山カフェです。ということで本日はですね、こちらメルギークモダン97ですね、メルギークさんよりレビューに送っていただきました。ありがとうございます。ということで早速見ていきましょう。メルギークモダン97、 97% メカニカルキーボード、 Mac、Windows 対応、有線無線対応、無線は最大8デバイスに接続、ホットスワップ対応、ガスケットマウント対応、キーマップ変更可能。このモダン97はですね、まあ、アースカラーというか、ちょっとね、地球に優しい感じのするカラーのキーボードになっているわけですね。コンセプトとしては、指先のスムーズな流れ、癒しのタイピング体験。ミネラルにインスピレーションを得た質感のあるシェルを備えたモダン97は、セットアップに自然な活気を加えました。そしてねじ込み式のマット透明ケースは、あらゆる複雑なディテールが完璧に磨き上げられていると。いうことです。これちょっとね、日本語訳を直訳してるので、あんまり綺麗な日本語じゃないですよね、まあ、なんですけど、このねコンセプトの通り、実はこれね、見た目とは裏腹にめちゃくちゃ打鍵がいいんですよ、まあ、僕はね基本的にこれ可愛いという印象をちょっと得たんですけども、なんですけど、この外観からは侮れない打鍵感の良さを得ることができます。この打鍵感は病みつきになるかもしれないです。ちょっとね最近使ってるんですけど、これ本当打てて気持ちいいんですよね。で、本体は全体的にこれプラ筐体なんですが、これねプラスチック筐体になってますけど、結構詰まってる感はありますね。で、ストーン調の模様です。で、自然との調和と書かれていますけども、まあそんな感じですね。でともすれば、ちょっとねポップ調になるような感じも見えますけども、見方によっては、まあ、シックというか落ち着いた感じにも見えます。今までにねないような感じですかね。カラー展開は2色です。僕がお願いした白地に青が配色されたオーシャン、そしてグリーン調に黒いキーキャップのファウンテンです。正面から見てエスケープキーの横にはインジケーターがあります。上からバッテリー残量、接続モード、キャプスロックキー、ナムロックキーを表しています。キーレイアウトは 97% コンパクトレイアウトということで、点キーがついています。右カーソルキーによって0の、ね、キーが半分になっているのはいつものパターンですね。FN キーの位置がスペースキーの右側にあるんですよ。これなかなかないレイアウトじゃないんですかね。僕個人的に言うとですけど、スペースキーの左右にあるオルトもしくはコマンドキーで日本語入力の全角半角を切り替えていますので、右側のコマンドキーがないのはねちょっと残念な気はしますね。はい、ここで訂正がございます。
FN キーの設定なんですけども、アプリケーションメルギークハイブっていうのかなによって設定変更が可能でしたので、これで無事に、ね、いつもの僕の変換キーの設定ができるということが分かりましたのでご報告しておきます。失礼しました。背面には接続用スイッチと USB-C コネクタ、本体は 7.5 度の角度がついていますが、角度調整用の足はありません。できれば角度がありますのでリストレストが欲しいところですね。ただこのアースカラーに合うリストレストを探すのは結構大変かもしれないです。そして RGB ライトもついています。 FN キーとのキーコンビネーションでライトの、ね、発光パターンとか、それから明るさっていうのを調整することができます。結構控えめな感じで光って、これはこれでいいんじゃないかなと思いますね。本体の構造は打鍵感を高めるための作りになっています。多層フォームと、それからアップグレードされたガスケットマウント構造ということで、打鍵感についてはね、かなり気を配っていると思います。キーキャップを見てみましょう。 PBT 素材のダブルショット MCR プロファイルということで、チェリープロファイルに似ていますけども、角が取れた感じの若干優しい印象のキーキャップじゃないかなと思いますね。特に角が取れているのと肌触りがツルツルしているので、指の肌触りというのはなかなかの感触だと思います。一方ですね、スペースキーはダブルショットじゃないので、若干ね、打鍵音っていうのは変わってくるのかなと思います。今回僕はキースイッチはカイルタクタイルを選びました。荷重は45プラスマイナス 10GF ということで、一般的な赤軸と同じ負荷っていうのは実は使いやすいなと思いますね。軽いタッチなんですけど、タクタイル感があるというか、まあ微妙な言い方ですね。でちょっとね、スイッチ感のあるタクタイルって言ったらいいのかな、小気味よく打鍵ができます。静音のような感じもするんだけど、静音じゃないんですよね。打鍵音はうるさくはないんだけど、しっかりタクタイル感は感じる、そんな感じです。そして底付き地のこの指へのフィードバックは硬くはなくて柔らかくもないですが、すごく気持ちいいですね。ボックスタイプなのでキースイッチの遊びも少なく、カチャカチャ音はほとんどなくて気持ちいいですね。メルギークのアプリケーションによってキーマップの変更も可能になっています。山カフェチェックです。97%、96% コンパクトということで、使い勝手は、ね、かなりいいと思います。やっぱり日々の作業で点キーがあることのメリットは大きいんじゃないかなと思いますね。アースカラーの配色は目にも優しい感じで、でも遊び心があってデスクの上が楽しくなります。打鍵音も素晴らしく、日常のお供には大変良いと思います。これはね、分かってはいることなんですけども、97% コンパクトはコンパクトって言っていけない感じの大きさで、990g の重さは持ち運びにはちょっと厳しいかなと思いますね。それでもガスケットマウントや多層フォームの構造は指へのフィードバックもとてもね、心地いいので日常使いしたいです。正直ですね、お値段とは釣り合っていない感じの打鍵感の良さだと思います。ということでお値段です。メルギークモダン97、カラーはですね、オーシャンとファウンテンの2色カラーですね。スイッチの選択はリニアスイッチのカイルソニック53、同じくリニアスイッチのカイルボックスプラスチック、そしてタクタイルのカイルタクタイルから選択可能です。そしてお値段$139ということで、結構意欲的な金額かなと思いますね。アクリルダストカバーやアビエーターコイルケーブルなんかのオプションもあります。これらはですね、同時に買うと 10% オフとのことで、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。
僕のリンクから買うと 8% オフになります。ということで、本日はメルギークモダン97のご紹介でした。質問ある方はコメント欄で、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。